ております。今回の秋のリネットフェアのポイントといたしましては、家族連れのお客様も多く、お子様も楽しんでご来場することができます。もうすでに500名以上のお客様にご来場いただいております。今回のフェアではとにかく楽しんで帰っていただきたいと思っております。公務に関しましてお気軽にご相談いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。ちょっと今どこに行くか。
あとウェットシート入ってます。そうだね、リーチ早いですね。ついてますね。はい、行きます。アリの28、もう一回言いますね。アリの28、17、続きまして N の35、45、皆さんこんにちは、リネット事務局の庄司です。今日は第16回になります、秋の大感謝祭、天気も恵まれまして本当に多くのお客様にご来場いただいております。毎年恒例となりましたリンゴ大会、トイレットペーパーの早摘み、七十四銀行さんの和太鼓、その他射的や、お菓子作りなど、本当に、ご家族皆様で楽しめるイベント満載で開催しております。昨年はですね、730名と宝のこのショールームで1日の来場者数過去最高の記録を出しましたが、本日は1000名を超えるぐらいの、多分盛り上がりになっていて、さらに今年200件のリフォーム工事もご依頼いただいております。今後ますます、このリネットが活性化していくと思いますが、何かお困りごとがありましたらぜひ今ホームページと動画の方も配信しておりますので、そちらの方で詳しい情報はご覧ください。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。